のプログラマーが作ったポケモンどんなの。睡眠不足のプログラマーが作ったポケモンどんなの。あのピカチュウ以外がピカチュウになってる。このオリンピック選手さては不正行為してるな、なぜそう思った。はい、このオリンピック選手さては不正行為してるな、なぜそう思った。ちょっと誰かは分かんないですけど、オリンピック村のどっかの部屋からあんたに憧れてたんだぞって。やだ。ザ・ノンフィクションで波平が登場した回のワンシーンを教えてください。おー、ザ・ノンフィクションで波平が登場した回のワンシーンを教えてください。何度怒っても金魚を緑色に塗るしかしなくなってしまったので、みんな偉いねと褒めることです。緊張してるのかな。さあ、まだ明かされていないスターウォーズに隠された秘密とは。オビワンケノービはオビ引くワンケノービイコールゼロを移行したもの。ぽいけどね。観覧がいない商店にありがちなこととは、観覧がいない商店にありがちなこととは、最初に客席からあのオープニングの挨拶をするんですけど、空いてる席にトートバッグを置いている。空いてますからね。このウルトラマンガサツだな、どうしてそう思った。あ、はい、こちらで置いて。このウルトラマンガサツだな、どうしてそう思った。あのスペシウム光線をあの打ちながら来た。怖いな。なんか東京に行った気分にさせてください。お前もひよこを食う。ないわ、そんなシーンないわ。ないわ、東京どこや、どんなとこや思ってないわ。ないない。アニメにまつわる都市伝説を教えてください。アニメにまつわる都市伝説を教えてください。今の大山信代はジャイアンをやったと思っている。体から接着剤が出る体質の人のあるあるを教えてください。体から接着剤が出る体質の人のあるあるを教えてください。あのネバール君が流行った時に、あ、お前のことじゃんってなって、こうあだ名がネバール君になったんですけど、家が燃えてからは保険って呼ばれてもしかしてお母さん最近恋してる、どうしてそう思ったです。もしかしてお母さん最近恋してる、どうしてそう思った。ゆた、起きなさい、起きなさい。あ、ちょっとあと5分、もう5分なんてすぐよーって。はい、藤井聡太七段が将棋中に考えていること。加藤一二三456段。続いたらおもろいな。藤井聡太七段が将棋中に考えていること。今急に将棋盤を藤井大震災だっつってこうぶち倒したら受けるから。なんで受けたいねん。なんで笑いを取りたいねん。不正人伝を作ろうのお題はこちらです。幼少期の天才エピソードを教えてください。幼稚園の時に氷を見た時に、ゾルゲ、それ持ってない。はい、シータゾルゲの死に様を教えてください。偉人シータゾルゲの死に様を教えてください。なんか パタンって。そこがそこなんだろ。シータゾルゲ横になる。ドラえもん問題です。出来すぎくんが唯一苦手なこととは、という。出来すぎくんが唯一苦手なこととは、これはもう自分でもおかしいって分かってるんです。そういう話になった時絶対言わないようにしてるんですけど、アラバスタ編。何で。いや、名シーンやないの。なんかで、ワンピースあそこ結構一番いいとする人多いのに。クズ人間の人生ゲームにありそうなマスは、マンダ村を開設するフィリピンへ。これ、ね、無人間
人生ゲームにありそうなマスは、飛び出してきた子供を引く、生きていたのに怒られたの、あれ何だったんです。嘘やな、うわ、あれ何だ、最悪やな。尖ったアイドルグループが発売しているグッズとは、尖ったアイドルグループが発売しているグッズとは、ポニーテールっつって、その場ポニーテール。マジな、怖っ。その場ポニー。敬老の日に絶対にやってはいけないこととは、敬老の日に絶対にやってはいけないこととは、こうグッと引く。それは危ない、それは危ないよ、ほんま。では行きたいと思います。ワンピースのボツになったエピソードを教えてください。ワンピースのボツになったエピソードを教えてください。麦わらの海賊団が体の悪いと思ってるところにバツを書いて整体師さんに見てもらう回。それぞれ違うんだよ。スクラメチャーハンさんからのお題でございます。大金持ちの童貞あるあるを教えてください。大金持ちの童貞あるあるを教えてください。母屋に響くほど何度で声を出す。日本のね。大金持ちの童貞あるあるを教えてください。この塔の7階まで登ってこれた人間は君が3人目。この扉の奥にボスが控えてるよ。僕かい？僕は大金持ちの童貞。あるあるなのこれ。気が狂ったゲームしだすんだよ。来ました、次の題。この本や本への愛がないな、どうして。あ、この本や本への愛がないな、どうして。すみません、お手洗い借りていいですかって言ったら、どこでも大丈夫ですよ。それはダメだろ。サザエさんのキャラがここは良くないなと自覚している部分とは。なるほど、サザエさんのキャラがここは良くないなと自覚している部分とは何。おひつが船さんの横にある。そういうもんだってね。別に誰がやってもいいだろう。あるけども、そうそうそう、そういうことではないからね、今時。次のお題はこちらです。アホすぎる小人の特徴を教えてください。アホすぎる小人の特徴を教えてください。真剣に歌手を目指している。いいだろ。いいだろ、夢持ったって。アホすぎる小人の特徴を教えてください。僕たちもサスケに出れるんだって言って、あの小人たちがもういっぱい集まって大きな人の形になってやるんですけど、あのローリングマルタでほぼほぼ飛び散っちゃう。今結構頑張ったのに。最初のこことかよく行けましたね。アホすぎる小人の特徴を教えてください。自分だけが納得のいくキューブを作ってなくす。作ったけど。行きましょう。さだまさし関白宣言で作詞中にボツになったフレーズとは。さだまさし関白宣言で作詞中にボツになったフレーズとは。空島編で俺はやめた。いや、そういう人多いけどね。結構ね、挫折しがちだけど。行きましょう。さだまさし関白宣言で作詞中ボツになったフレーズとは。くんかくんかくんか。バカだな。なんで候補に上がったんだよ、一体。エンタ芸人エッチなデスヨさんの特徴を教えてください。エッチなデスヨさんの特徴を教えてください。もうこんなたくさんの女性の こんなたくさん女性がいるのにしこることもできないなんて、これはもう地獄です。エッチなデスヨさんの特徴を教えてください。ですよ、この前すっごくエッチな夢見て、そのことを思い出したら、お前なんで出れてんだよ。こんなやつ出すなよ。オーディション通んなよ、こんなやつは。はい、名探偵コナン、アガサ博士の嘘みたいな武勇伝を教えてください。アガサ博士ね、名探偵コナン、アガサ博士の嘘みたいな武勇伝を教えてください。新しい油を開発して
ヒューバーンっていう扉を静かにしたあれ、わかるからいいですけどね。そうね、閉まっちゃうってことでしょ。泥酔している宇宙飛行士がやらかしたことを教えてくださいでございます。泥酔している宇宙飛行士がやらかしたことを教えてください。よいしょーつって外出たやらかした。やってもた。一番やりそうやけど。 R18 指定された日本昔話の内容を教えてくださいです。 R18 指定された日本昔話の内容を教えてください。鬼を懲らしめ、金銀財宝と村の娘たちを取り戻すことに成功しましたが、村の娘たちは完全に元には戻りませんでした。そういうとこで。芸能人と旅行して意外だなと思った場面を教えてください。芸能人と旅行して意外だなと思った場面を教えてください。一緒に一泊二日してようやく気づけたんですけど、ファーストサマーウイカがトリックアートだった。存在しない。まさかの。この昔話バラエティ番組感が強すぎるな。なんでそう思った。この昔話バラエティ番組感が強すぎるな。なんでそう思った。花坂じいさん、じいさんっていう言い方どうかな。花坂ご年配の。身長3メートルのお姉がやりそうなこととは。身長3メートルのお姉がやりそうなこととは。私は、昔から自分の性に疑惑を持っておりまして、お姉をやっています。で、身長が3メートル、なんか私多いな。最悪や。もう自分の情報すぎて。睡眠不足のプログラマーが作ったポケモンどんなの。睡眠不足のプログラマーが作ったポケモンどんなの。あいつほんまに新しいポケモン出んのにまだかいな、ほんまに。はあ、すいません、新しいポケモンなんですけど、やっと完成しました。ほんまかいな、ちょっと見してみ。はい、すいません、こちらです。エッチなアンノーンやないけ、おい。ペンネームネギ仮面さんからの提供代です。ありがとうございます。1000円カットより格段と安い10円カット、その安さの秘訣とは。1000円カットもだいぶ安いですけどね。10円カット、1000円カットより格段と安い10円カット、その安さの秘訣とは何。赤字経営を面白いと思っている。秘訣だからね。もしかしてお母さん最近恋してる、どうしてそう思ったです。どうぞ。もしかしてお母さん最近恋してる、どうしてそう思った。ゆた、ご飯何にする。いや俺何でもいいわって言った。その肩叩いて何でもいい。何なんだろう。機嫌がいいのは分かんないけど、機嫌は大層ええねんけどさ。もしかしてお母さん最近恋してる、どうしてそう思った。ベッドに倒れ込んで、こう枕にこうガッてやって足バタバタさせながら、おはんよもう自分の気持ちを忘れるやつ。おはんよは隠さんでええよ。大きい声で言われへんやつをうずめて言うねん。スマブラに芸能人が参戦した時のあるあるを教えてください。スマブラに芸能人が参戦した時のあるあるを教えてください。あのジョイはプレイヤーが使えるキャラなのに、ユージはモンスターボールから出てくる。なんでさ、なんだろうね。でもわかる。それわかる。確かに別に偽物とかじゃないけどね。はい、いきます。スーパーマリオカートの教習所でありそうなこととは。スーパーマリオカートの教習所でありそうなことは。あの教習所内のコースはもちろんなんですけど、こう学科試験の会場でも自分のゴーストが。何前受けた自分のスコア越さなあかん。早く解けた。前よりも今日は遅かったなみたいな。ジブリの世界に転生してしまった武井壮がやりそうなこととは。ジブリの世界に転生してしまった武井壮がやりそうなこととは。雫よりも天沢聖司よりも先に借りちゃう。尖ったアイドルグループが発売しているグッズとは。尖ったアイドルグループが発売しているグッズとは。あの努力と根性っていう文字がこう
入ってて、他何も入ってないあのスノードームです。その二言だけの。スクラメチャーハンさんからのお題でございます。大金持ちの童貞あるあるを教えてください。大金持ちの童貞あるあるを教えてください。違う穴に、投資してしまった。いいですね。投資っていうの。投資っていうですね。税金について子供たちに間違った説明をしてください。税金について子供たちに間違った説明をしてください。税金はね、バカが払うの。おばあちゃんとかたっくんは払わなくていいんだよ。バカが払うから。いいのいいの。触れないでいいからね、税金は。はい、フランクフルト。ごまかしたら、最後。来ました、次の題。この本や本への愛がないな、どうして。この本や本への愛がないな、どうして。ヤギの時間が。何やそれ。全部デザゾ食いちぎられてる部分がある。行きましょう。さだまさし関白宣言で作詞中にボツになったフレーズとは。お題提供は森なんとかさん。さだまさし関白宣言で作詞中にボツになったフレーズとは。ここの松屋米硬いな。あるけどね。たまにあるけど。さだまさし関白宣言で作詞中にボツになったフレーズとは。最後の花火に今年もなったな。何年経っても思い出してしまうな。先に思いついてたんだ。志村より先に。もう思いついてたんだ。